盛大ハウジングの特徴はですね、高気密高断熱で省エネな住まいを提供するところになります。で、性能っていうところに特化した住宅会社になりますんで、気密性をすごく大事にしてます。で、その気密性も市値で言いますと 0.4 という数字で、お家全体で隙間をギュッと集めると携帯電話の半分ぐらいの大きさになるぐらいの隙間でお家作りをしています。断熱性能はですね、エアコン1台でお家中を冬は暖かく、夏は涼しくできるような性能になってます。このうち吹き抜けが大きいのがあるんですけれども、そういう大きい吹き抜けがあっても冬は本当に暖かく過ごせるような性能になってます。このうちのこだわりは、38坪っていうちょっとちっちゃめな土地に対して、お客様の要望が広々とした LDK、 あとは建物の正面表情を窓のないお家にしたいというご要望があったんで、そこを叶えた上でどうやって光をリビングに取るかというところがポイントでこだわりでした。ですので、お客さんもともと吹き抜けを要望には入れてなかったんですけれども、我々の方から大きな吹き抜けを設けて、正面ではなく南側からたくさんの光を取れるような計画としてこだわって提案させてもらいました。キッチンの方から見渡せるリビングっていうのがすごくご要望で強かったので、オープンなキッチンとしまして、オイルガードを設けてお子さんから目を離さなくても済むようにっていうふうな工夫をしております。キッチンすぐお隣にもパントリーを設けて、貯蔵したものなどをすぐ取りに行けるという動線も工夫してます。畳コーナーもお客様のご要望で設けさせてもらいました。リビングのすぐ隣に作って、ちょっとゴロンってなれるような感じが欲しいということで、コンパクトな建物の中になんとかそういうスペースを作ることを提案させてもらいました。キッチンからすぐ水回りの方に移れるように、キッチンのすぐお隣に洗面室を設けて、お客様のご要望で、大きな独立サンルームが欲しいということもありましたので、そのお隣にもサンルームを設け、非常に短い動線で家事ができるように工夫しております。プランニングっていう大きな部分だけではなくって、細かなところまでこだわらせてもらいました。例えばこのキッチンの色使いであったりですとか、合わせて照明器具のデザインであったりとか、他にも洗面室のタイル使いであったりとか、ドアの取っ手などにもこだわって打ち合わせをさせてもらいました。限られたご予算と限られた面積の中で、たくさんのお客さんのご要望を詰め込んだお家ができたかなと思います。